日経平均株価が急落しています。下げ幅は一時2000円を超えました。取引時間中の下げ幅が2000円を超えるのは、1990年2月以来で過去3番目の大きさです。日経平均株価、下げ幅が2000円を超えました。そのため、今日はほとんどの銘柄が下落する全面安の展開となっています。 取引開始から600円以上下落しその後も下げ幅を拡大しました日経平均株価は一時3万6100円台と半年ぶりの安値水準をつけました大和証券グループ本社の株価は一時21%安東京エレクトロンは13%安と大幅安となる銘柄が続出しています株安の引き金となったのはアメリカの景気交代懸念です 1>, 1日に発表されたアメリカの経済指標が弱かったことを受けてアメリカの主要株価指数が大幅に下落しこの流れが東京株式市場にも波及しました。